こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、始めていきましょう。キララ、朝の日差し、私このまま溶けちゃうかも。色が見にくい。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。おはよう。ちょっと触るのいい感じよ。ただいま。よくできました。だろ、頑張ってるわね。じゃあ、行ってきます。私でいいの？わかった、行ってくるね。よし、頑張ってくぞ。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。こういう世界も結構面白いな。すみません。わー、ありがとうです。とても助かりました。さあ、今回はシナリオクエスト後編ですね。皆がしきりに私の胃の心配をするが、問題なく健康だ。温泉の源泉、里でも見つからないかしら。そうね。おう。うわーい。多分うわーい。そうね。コミックガールズか、温泉。でも、うん、いひー、確かに。おう、そうね。はあ、お化け。あばばばば。ありゃ。あ。はい。
気を引き締めていきますよ。悪さは許しませんよ。こうしてやるやい。さあ今のうちに。ほらしっかりして。どうかな、聞いたかな。やれたら死ぬやん。今は我慢の時だね。来年にチェンジ。悪い子は懲らしめちゃうわよ。まだまだ行くわよ。甘く見ないことね。やってみよう。腰を消しちゃうから反省なさい。頑張ってるわね。交代するわ。腕が慣れるわ。よいしょよいしょ。結構なダメージ与えた。でも十分である。久しぶりにいい汗かいたわ。この温泉ってつるすべ肌になれるって評判なのよ。ハルミネーションの風呂。そういえばないな。うん、ほほう。かなあ。ないな。だよね。こんにちは。やべえ。だけど。いや。ん？すげえ。あはは。うまくないからな。じゃあ。やべえ。やかましい。やってやろうじゃないのさ。悪さは許しませんよ。
遅れた。ここの温泉ってツルスベ肌になれるって評判なのよ。これボス戦かもね。次はアルシーブで戦ってもらいましょう。今日はみんなでお出かけだね。なんかやばいな、でかい。ちょっと。グヘヘ。スイーツゴーレム。お店が汚れる。本当だ。よくない。掃除。アニマイル軍団だ。そうだな。お。ありがとうございます。嘘。うんうん。素晴らしい心意気ですね。大丈夫だよね、きっと。お願い、間に合って。まあ、クロックさえ言えば大丈夫。来週一色。そんなに強くない相手も。しかし、コルクだけでいいのか。どうぞ皆さん、私を盾に。ちょっと待った。あ、これは。それ。攻撃は最大の防御。ちょっとアルシーブ出番がないよ、このままいったら。これは。相手が弱すぎる。まだボス戦じゃないね、これ。ボス戦だと思い込んでしまった。スケダチよ。ダメダメでごめんなさい。健康的。終わっちゃうよね。アルシーブの出番なかったのだった。カブトの尾を締めよう。第12節、あと全14節なので3節です。礼を言う。嬉しい。それってやった。次が13節がおそらくボス戦でしょうね。素敵ね。そうだな。
ああ。だが。なんつって。そうだな。あら？そういえば。なんだ？すげえ。カレーの上に塗りそうな名前。私だってまだまだ若鮎のようにピチピチしてるんだから。サイドアルシーブ、出るまでもないけどな。今の状態でアルシーブなんかでかい。これはクレーバーだ。モンスターだ。いや、まあドラゴンモンスターだけど、ワンフロアでそうだったんだ。これは人間のあのエゴだな。怒るわよ。そうやったんや。あら、本当やね。よくない。あらまあ、横取り40万。破壊する。取り戻すんだ。しょうがないわね。ぐへへ。そうか、来年の出番だったのか、本来は。悪かった。お、よし、光ってる。受けて立ってやる。これを越して。効かない。眠りダメだ。最初はこれだよな。ほらほら、頑張れ。ほら、防御を上げよう。最初は結構強いからな。視神効果もあんのか。いろんな薬を混ぜてみたよ。ほら、手貸すから頑張りな。やられる前にやっちゃえ。負けられないんだ。すぐに終わらせよう。そら、スキャラ強く。そんなに強くない。少しでも皆さんのお役に立てるなら。自分は回復できないんだよな。負ける気がしねえな。さあ、行くか。あそこだな。どれだけのダメージ与えられるか。こんなの見つけたぞ。足りない。足りないな。ただ一番もうちょっとです。体がこんな私ですが。あ、これ回復できるんだ。この攻撃耐えられるか。手加減しねえからな。とっておき使ってみよう。ここまでだ。ここは有名な温泉だし。あ、こら、はしゃぐんじゃない。温泉のマナーがなっていないようだな。駆け湯くらいして出直してこい。はあ、これはいい湯だ。倒しました。さあ、次の戦場へ行くぞ。
アルシーブを登場。これですよ、あのやりたかったのは。やったわ。嘘。すげえ。ゆういちじゃ済ませないぞ。ちょっといい？ここの温泉ってつるすべ肌になれるって評判なのよ。14章地震？温泉卵を売ったんだ。ねえねえ、ほんと欲しいよね、はるみ。悲しい。それなら、うん、一週間コミュニケーション。悪くない。どうだ？人間様。そして数日後。何でしょう。まったく。年間フリーパス。大江戸温泉、今は亡き大江戸温泉物語。まああのその資本は各地に入ってるけどね。ゆきちゃんとかじゅちゃんとカレー屋行きたい。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。じゃあまずあの払い戻しっていうか25分か。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。トレードして終えろう。早朝早起きは三文の徳。今のおすすめ。こっちじゃない、こっちだ。こっちは今だけ。年間フリーパスを一つ手に入れたが、これは何ができるのだろうか。わ、学校暮らしはいるな。交渉成立。167か。交渉成立。コン先生、
この辺はまだまだですね。早く進化させたい。またな。おはようございます。噛んじゃいました。いいってことよ。お、400か。ちょっとお金使うけどやってみよう。新たな出会いを。星4以上、星4か。花だ。もう持ってるんだ。お、なんか来た。何これ、エコーダーレン、アンハピー。あ、この演出だと星3だと思ってたら星5が来た。終わり？猫だれ、よろしく。別に運動は嫌いじゃないよ。それ以上に寝るのが好きなだけだから。まあでもたまにはちゃんとしないと。響きがうるさいから少しは任せてくれていいよ。これは成果だ。朝は鍵の手入れをして、あとは朝から首相だな、マネデキン。たくさん金があるからな。カレーライス。難しいな。え、これしかないんだ。設置。ギター濡れたままにすると指板にカビが生えるらしいですよ。はい、ということでここまでかな。うん、今回はここまでですね。次回は。疲れていても風呂で眠るのは良くない。風呂に入ったら肌がまるでフローリング。種族混浴温泉街収集クエストの クエストをやっていきたいと思います。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に書かれているブログ、ツイッター、キラーファンタジアのプレイリストもご覧ください。ツイッターのフォローまだの方ぜひお願いします。キララファンタジアお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。